国体寺は、広島県広島市西区、濃上の大茶臼山聖麓にある、曹洞宗の寺院である。山号は、蓬莱山。本尊は、聖観音菩薩。1930年頃の広島市地図、当時の国体寺の所在地が示されている。文禄3年、安国寺会慶が、現在の広島市中区中町に、臨済宗の寺院、安国寺として創建したのに始まる。本堂建立に際しては、朝鮮出兵で、会慶が持ち帰った材木が使用された。海記寺においては、現在の愛宕池跡付近が海岸線であり、それより南には、広島湾が広がっていた。関ヶ原の戦い後に、会慶が軽視し、毛利氏に代わり、広島に入邦した、福島正則の弟、不肖が入寺すると、寺号は、国体寺と改められ、同時に、曹洞宗に改宗した。福島市の後浅野市の帰依を得て、同家の菩提所となり寺領400石が寄進され、この地域における、曹洞宗15家寺の触頭の任に当たった。境内の面積は1町7反に及び、元禄6年にはさらに100石の加増を受け、広島藩5家寺の一つとなった。また、寛永11年までに、境内から南の海面が埋め立てられると、新開地はこの寺にちなみ、国体寺村と命名された。元治元年の第一次長州征伐に際しては、幕府軍の総督府が置かれ、切腹した長州藩三家老の首実験が行われた。翌慶応元年には、事後処理として幕府から派遣された、永井久志らの尋問士が、当時で、長州藩家老、宍戸への糾問を行っている。また、明治期に入って、明治6年から明治9年までには、県庁仮庁舎が寺内に置かれていた。戦前、寺の境内にあったクスノキの大木は、樹齢300年で、国の天然記念物指定を受けていたが、その根は、境内の外の道路にまで伸びていたため、大正期になって、寺の西側の通りに、広島電鉄宇品線が開通した際、この近辺の軌道は、クスノキの根を避ける、よう若干カーブして敷設された。また県立広島一中の交渉に取り入れられるなど、当時の広島の風景を代表する存在として、市民に広く親しまれていた。昭和20年8月6日の原爆被災で、爆心地から500メートルの位置にあった寺は、全焼全壊し、境内の大楠も根元から倒壊した。第二次世界大戦後に再建。昭和23年には、半世紀以来境内に置かれていた、浅野長明以降のご藩主及び、一族の墓所が、牛田町神田山の浅野家墓地に移転した。隣接する白神社とともに、古い時代からのランドマーク的建造物であった、当時は、市内の再開発が進む中、昭和53年に、故意に移転、現在に至っている。中町の旧境内には現在、広島全日空ホテルが建てられており、同ホテル正面に残された寺の遺構が王子を忍ばせている。愛宕池跡を除き、いずれも中町から移築。ありがとうございます。